1時ですが、おやつです。ラジオ機の皆さんの知っているおいしいおいしいグルメ、川島アミルさんに教えてやってください。食べさせてやってください。下町グルメ選手権。皆さんのお近くのうちの商店街のここのクリームパンがおいしいやと、はい、うちのここのまんじゅう特に大福が最高や、うん、たこ焼き屋さんが新しくできてんけど、ここのたこ焼き安くておいしい、ここのお好み焼きがおいしいんやとか、はい、ここのおぜんざいがおいしいんやとか、うん、まあいろいろあると思います。ぜひそういうお近くのうちのところのこのコロッケがおいしいとか、そういう情報をぜひいただけませんかというふうにお願いをしております。はい、さあ今日はね、実はこの番組の手島プロデューサーからの推薦の品でございます。はい、うん、先ほど1時のニュースで知りましたが、あの和倉温泉の加賀屋という名旅館も、はい、手島さんという手島たかおさん、おお、こちらは手島、たかしでございます。一時違いで大違いとそんなことございません。111万円の何かしらを買うかもしれません。自分で安く止めてほしいなと言ってます。お友達になりたい、ということで、はい、その手島プロデューサーからの推薦の次第でございますが、このお店のプリンが美味しいということで、おやつ娘の鹿田かなさんに買いに行ってもらいました。こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。さあ今日はですね、堺市堺区にあります利休プリンさんというところに行ってきました。利休プリン、はい、利休プリンです。千の利休の利休ですね、はいはい、なんですけれども、まあ、堺らしい名前ですね、うん、そうですね、うん、はい、あの場所は南海の堺東駅、はい、南海の堺東、はいはい、降りて南西の出口ですね、うん、まず南の方行っていただいて、あの西東分かれてますので、西出口出ていただいて、バスのロータリーとかがあるんですけれども、ね、道を渡っていただいて、銀座商店街ですか。そうです、商店街の方に渡っていただいて、うん、あの七福神っていう料理屋さんがあるんですね。はい、この料理屋さんと、うん、あのもう一つビルの間にちょっとあの小道に入っていけるところがあるんです。はい、はい、この細い道、まあ、飲み屋さんとか並んでるところに、あの上りが立ってまして、飲み屋さんとかの中にプリン屋さんが入ってる。そうなんですよ。道渡ったところがすぐ商店街の入り口ですよね。そうですね、うん、であの高島屋があるかと思うんですけど、手前にありますよね、はい、高島屋とは反対の方にちょっとだけ歩いてください。ほうほうほう、はい、分かりました分かりました。南の方へ行ったわけですね。ちょっとそうですね、はい、ちょっとだけ南の方へ行っていただいたら、うん、その、まあ、目印になるのが今その七福神っていうお店しかないんですけども、はい、七福神ですね、はい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 、この、まあ、料理屋さんと今あの改装中のビルがあったんですけど、その間の道の、はい、七福神のところ細い道を入っていったところ、はい、飲み屋の中にあるお店、はい、覗いていただいたらもうすぐに上りは見えると思います。プリンって書いてあるんです。利休プリンって書いてある。利休プリンって、もう利休プリンしか売ってプリンしか売ってない。そうです、はい、プリン専門店、専門店です。プリン屋さん、プリン屋さんです。大仏プリンみたいなね、まあありますけど ね、あることありますけど、はい、で今日はこの利休プリンを買ってきてくださいましたけれども、はい、4種類プリンがありまして、その4種類のプリンすべていただいてきました。はい、4種類何があるんですか。はい、まずはその黄色いパッケージがプレーン、うん、このプレーンね、はい、基本的なところ。そしてあとはあのお茶の味が3種類になってます。やっぱり利休やからお茶の味ですか。ほうじ茶、煎茶、紅茶。なるほど、へー、はい、本当だ。なんかこの入れ物の瓶もちょっと茶壺みたいな感じで ね、和の感じですよね。確かに茶壺ですね、これ。利休プリンと大きく書いてますけど、はい、じゃあ早速いただきましょうか。ぜひいただいてみてください。プレーンからいきますか。プレーンからいきましょう、はい、はい、プレーンちょっと開けてみてください。これまあ瓶なんで底が見えるんですが、底が綺麗にこのカラメルが、ね、カラメルが綺麗ですね、うん、非常に色合い綺麗ですね、はい、これなんか上は蓋になってるんですね。ビンですから。あ、なるほど、好き、はい、好き、この硬さ好き。あ、プリンの硬さですか、はい、もう見た感じそんなハードですね。そんな柔らかく好きなのが好きなんですよね、うん、割と密ですね、見る限り、ね、非常に密です ね、うん、うわー、いいですか。触った感じ、今スプーン入れました。スプーン入れた感じ、入れた感じはどうですか。いやでも結構しっかりしてる感じがするんですけどね。いただきます。いかがですか。はいはい、えい、よし、ん、うん、クリーミー、クリーミー、うん、うん、お味は あっさりめです。あっさりめ、あっさりめ、パッと見はあっさりめに見えないんですよ。割とね、うん、黄色みが濃いんですよ。そうですね、パッと見はそう見えないんですが、あっさりめなんですか。
いただきますね。割とこう密度が濃いですね。今スプーンで取っただけなんですけれども、プルンプルンしてるもんじゃないんですよ。違うんでしょうね。しっかりしてます。いただきます。うん。うん。あ、美味しい。ね。あらやだ。あらやだ、美味しいみたいな表情ですけど。あらやだ、思ってた感じと違いますか？これ密度が割と濃いなと思って食べたら、いうように割とあっさり系で、最後スーッとなくなってきますね。そうね、口の中で溶け味がありますね。スーッとなくなってきますね。これ滑らかで結構あの舌触りがいい、美味しい。なんていうんですかね、基本ね、ちょっと全体、口全体の中でまとわりつくような感じの中で効いていくんですよ、ちょっとクリームチーズみたいな濃厚さ、ね、言えてますね。クリームチーズ的な感じですわ、言うたら。はあ、でも美味しい牛乳と卵の味ですかね。で、あっさり系ですよ。あっさり、そうですね、すごいあっさり系。最後のこのそこのカラメルのところをちょっと行ってみてください。カラメルがどんな風になってるのかな。可愛い瓶なんですけど、はい、えい、行きました。カラメルまで届きました。うーん、懐かしい。カラメルが懐かしい。懐かしい。あ、カラメルが本当にスタンダードなシンプルなプリンの味、でもすっごい滑らか。滑らかですね。でカラメル混ぜると余計にこうとろけますね。あのカラメルもそのむちゃくちゃ苦いとか甘いとか主張しないですね。シンプル。ちなみにおいくらするんですか、これ一つ。はい、一つ356円です。356円ね、はい、なるほど。さあ、続きもう一つ言っときます。そうですね、お茶系から。せっかくやから煎茶、煎茶きますか。はい、はあ、どあ、ちょっとさっきのプリンと比べると、色合いがちょっとグリーンがかっているのかな、ね。あ、私はじゃあほうじ茶言ってみましょう。ほうじ茶好きなんで。蓋開けるとやっぱり、蓋開けます、なんかあ、ほうじ茶の匂いがする。はあ、これはほうじ茶の匂いがする。ちょっと抹茶みたいな香りがするけど、煎茶なんやね。意外と口の中入れますとお茶です。お茶です、これ。しっかりお茶の香り。めっちゃお茶。お茶、お茶をお茶を飲んでるんじゃなくて、お茶を食べてる感じです。おいしい。このつぶつぶ、これは珍しいな。つぶつぶが見えてるのはお茶の葉なんですかね。お茶かな、そうかもしれないです ね、はい。普通だったらあのバニラビーンズが入ってるとこですけど、葉っぱのつぶつぶかな。お茶を食べてる感じ。カテキン取れそうですね。体に良さそう。香りがやっぱり鼻に抜けていきますから、お茶の香りが。なんか香りだけつけた感じじゃなくて、ちゃんとお茶が入ってる感じのするプリンですよね。さあ、今日はどなたが出ていただけるんですか。美味しい。はい、店長のトーラ敦さんとお電話がつながっております。トーラさん。トーラさん。はい。トーラさん。はい、もしもし。こんにちは。こんにちは。今いただいておりますが。はい、全部聞かせてもらってました。あ、そうですか。はい。あの、私たちいろんな感想を勝手なこと言うてましたが、はい、大体合ってますか。いや、もう全部合ってます。僕何も言うことないです。何も言うことないですか。はい、もう全部、はい、おっしゃっていただきました。じゃあどうもありがとうございます。いや、切らない、切らない。これ何年ぐらいやってらっしゃるんですか。で、まだ、4月のね、28日にオープンしたばっかりなんで、まだ2ヶ月ちょっとです。じゃあ2ヶ月、まあ、オープンして2ヶ月、その前もプリンを扱っていらっしゃったんですか。いえ、これが全く初めてです。どういうことでプリンとの接点を持ちはったわけですか。いや、そんな根深いあれはなく、プリンやってみましょうかっていう話になったんです。そんな簡単にできるもんなんですか、プリンやってみましょうか。いっぺん作ってみようかっていうことから始まりました。それまでは料理関係の、料理関係はやってました。あの、その、そういった会社で、はい、で会社はね、母体はあの全く関係ない建築の会社なんです。はい、でも料理はやってはったんですか。料理は やってる人間もいたんで、はい、はい、で、まあ、飲食事業部を立ち上げたところで、で、その、なんていうんですかね、あの、プリン屋さんやってみませんかっていうことになったんですよ。はい、じゃあ、そっから初めて開発。そうです、開発から始まりました。はい、トーラさんはプリンに明るい方だったんですか。僕ですか。はい、でも全く知らない、全く知らんくて。プリンはお好きな方だったんですか。いや、全く普通です。正直プッチンプリンさんを食べるぐらいのレベルで。それはそれレベル低いですよ。ちょっと下の方ですね。全然そんなこだわりもない。いや、でもそこから、はい、その
プチプチやプチプリン美味しいですよ、うん、プチンプリンからよくぞこの利休プリンまで成長しましたよ、ね、これどないして開発しはったんですか。もう年明けからもずっと作っては食べ作っては食べ、まあもちろんよそのね店舗さんのプリンも買わせてもらって食べて、うん、でもういろいろほんまにもう来世分までぐらいプリン食べます、はい、もう一生分以上食べたと、はい、でこの利休プリンにたどり着いたのはどれぐらいかかりました。それでもねもうまあでも1ヶ月半ぐらいでもみっちり毎日のように回ってたどり着きましたね。これは、うん、トーラさん以外にも何人かこういったグループといいますか、はい、何人かでやって研究して試行錯誤ちょっと合間に、うん、まあ仕事をまあ店舗もやってますんで飲食店の方を、ええ、そちらの店舗終わりにまあちょっと作ってみて食べてっていうのを何人かでみんなで協力して、はあ、はい、これはしかしよくできてますよこのプリン。ありがとうございます。よくここまで、ね、お茶の味がこんなにしっかり出るんですね。そうなんですよ、お茶の運が一番苦労したんですよ。いや苦労するでしょ、はい、普通こんなプリン誰も作ろうと思いませんもん。そうですね、うん、お茶プリンとかは ね僕らもう先行して利休っていう名前つけてもうたんで、さっき利休とさっき名前があったんですか。利休やからもうしょうないからお茶というところに行ってお茶をなんとかプリンにと、だからもうねひらめいたんですね。言えば変ですけどやらなしゃあないみたいなと思ってで順番的にはそういう利休が先ついてしもたんで、うん、後からもうお茶をなんとか考えようということで、まあでも、うん、ネーミングって大事ですからね、利休プリンって覚えますもん。そうですね、そうなんですよ。でまたこの利休プリンのお茶、私はほうじ茶いただきましたが、うん、香りからもうさっきも言いましたが、はい、お茶を飲むんじゃなくてお茶を食べてる感じですもんね。食べるお茶、そうなんです、僕もほうじ茶が一番好きで、はあ、驚きました。ほんで香りもちゃんとありますしね。そうなんです、茶っ葉の方も中に入れてますんで、これ茶お茶の葉が入ってるんですか。細かくしてる粒粒で、で生地の方もちょっとグリーンじゃないですか、はい、煎茶の方とかは、はい、生地の中にはお茶が液体として入ってる、茶っ葉から、まあまあ、お茶を抽出したその濃いやつと生地に混ぜて、生地にも入って、はい、ね、最後に お茶の葉っぱの細かい、うわ、はい、そうなるとお茶ってすごい力あるんですね。そうですね、すごい香り広がりますもんね。はこれはお客さんの評判、まだ初めて2ヶ月ぐらいだとおっしゃってましたけれども、うん、はい、評判はいかがですか。いやね、もう皆様ありがたいことに美味しい美味しいって言っていただけてるんで、はあ、はい、大成功、大成功です、売れてます、ね、はい、でしょうね、はい、はあ、自信を持って入って、そらもう利休って名前つけてもた言いながら頑張った甲斐がありましたよね。様々です、はあ、ねえ、いやでも非常に美味しいのいただきました、ありがとうございます、あ、頑張ってくださいね、まあ、こちらこそでも境名物になっていきそうですね。十分境名物になって知らん間に店舗増えてるか分かりませんよ。頑張りますいや増やす計画あるんですか。でまあぼちぼち考えていきます。あるんや、あるんや、ちょっと商売の上手そうな会社ですよねプリンよりも商売上手という感じです、ね、いやいや、プリンも、どうもありがとうございました。ありがとうございます、はい、失礼します。ありがとうございます。堺東 の、 商店街のところ入ったところでやっていらっしゃいます利休プリン、まだ初めて2ヶ月だと。そうなんですよ、開発したっていう ね、うん、ね、気合でやればできるんです。すごいですね、本当のプロが、かなりのプロが作ったと思ってましたら、あんなおっちゃんがね開発してたわけですからね飲食はやられてた。驚きでございました。お値段が1個356円と、はい、まあ、ちょっと高めのプリンかも分かりませんが、うん、ちょっとどっかに持っていくにはね、持ってこいの高級感ありますし、その高級感はすっごいありますね、はい、このプリンね、はい、さあ得点の方参りましょうか。 いきますよ、はい、10点10点9点29点、はい、いい得点が出ております。プレーン、ほうじ茶、そして煎茶、紅茶、非常に美味しいあっさり系のプリンです、うん、はい、また7月からですね、うん、新メニューがいくつか出てくる予定みたいです、うん、はい、7月の10日からはまたブランド卵を使ったものとか、はい、ちょっとアイスクリームをプリンの上に乗せたものとか、いいじゃないですか、イートインをオープンして、そこからイートインも、はい、しようかなっていう計画があるそうですので、なるほど、はい、これからどんどん進化すると思います。いや広げていきますよこれ、ね、今トーラさんのちょっと話聞いてた、ちょっと
当たってんなという気持ちでいらっしゃる、ね、何かしらの形で乗っかりたいですね。とりあえず今境東、次はあの南海の境駅のところで作ってとか、ちょっとデパート入っていったりねあるかもしれません。知らないで宿員のあたりザーッともうプリン、リキュープリンだらけになってたり、さあ、はい、ということで、今日はですね、境、もう一回場所を教えてもらえますか。はい、南海の、境東駅、南の、西の方の出口ですね、はい、南西出口出ていただきまして、まず道を渡ってください、うん、はい、で道渡っていただいて高島屋とは逆の方、南の方に歩いていただいて、うん、七福神という飲食店を見つけてください、はい、この隣の脇道それたところにですね、うん、覗いていただくと利休プリンの上りが立ってるかと思います。わかりました、はい、ぜひ皆さん一度食べてみてください、はい、さあ皆さんからのその情報もお待ちしております、はい、うちの近所でこんな美味しいコロッケが、たこ焼きが、パンが、和菓子がということがありましたら、どんどんここに持ち込めるもんなら OK でございます。お待ちしておりますよ。はい、おはがきは郵便番号 552-8501 ラジオ大阪本間門原田俊春です。一時ですがおやつですの係まで。ファックスは06-6577-0301、 メールはほんま@obc1314.co.jp です。ご紹介させてくださった方には一時ですがおやつですのステッカーをプレゼントいたします。一つ情報よろしくお願いいたします。四方かなさんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。